塚神社は、栃木県小山市宮本町一丁目にある神社である。旧社格は合社。新門この神社は社殿によれば、940年、藤原秀里が、現在の小山市中各期に創建したのに始まるとされ、現在地に移ったのは、平時年間とされる。中世には、小山市の集計が厚く、小山城の守護神とされた。元は、小山城内にあったとされるが、 江戸時代初期、小山藩藩主となった、本田正墨によって、現在地に移転されたという、小山城の別名である、祇園城の名はこの神社に由来している。小山市全域、野木町、国分寺地区、下石橋、小田林地区などを含む、小山66号の総鎮守であった。1605年には、小山城主、本田正墨より、計50国を寄進され、 後に15国の主因地を認められた。参道は、旧日光街道に面した通りから始まっているが、現在は道路によって分断されている。境内には、小山市やその祖である、藤原秀里の検証碑がある。また、天狗島に属した正規春尾はこの神社の神職の、次男であり、彼の検証碑も建てられている。社殿の南側には七追石がある。 この七つ石は本来四条にあった石であるとのことで小山の伝説に登場するもの。また、山道脇にある石鳥居は1653年に造留されたもので、小山市では最も古いものであり、県内でも2番目に古い鳥居である。石鳥居、ありがとうございます。